臨時閣議の概要について申し上げます。所信表明演説案の検討を行いました。ただ現段階においてはまだ皆さんに中身について発表できる段階でありませんので、内容については明らかにすることは差し控えさせていただきます。以上です。はい、北海道新聞の藤本です。北朝鮮情勢についてお伺いします。はい、中国の共産党幹部が習近平国家主席の特使として明日北朝鮮を訪問します。核ミサイル問題について協議すると見られていて、北朝鮮問題打開に向けてこうした中国の動きに期待する声も出ています。政府としては中国に積極的な役割を求めてきたわけですけれども、今回の中国のこういう動きについてどのように分析されますか。まず報道の一つ一つについてコメントすることは控えたいと思います。まあ、いずれにせよ先般の日米首脳会談において北朝鮮の政策を変えさせるために日米主導で国際社会と緊密に連携をし、あらゆる手段を通じて北朝鮮に対する圧力最大限まで高めていくことでこれは一致しています。また同じように先日の日中首脳会談において北朝鮮の非核化、これは日中にとって共通の目標であり、さらに連携を強化をしていく、このことでも一致しております。まあ、政府としては北朝鮮問題に関しては引き続き関係国と緊密に連携をし、圧力を強化し北朝鮮の政策を開始させていきたい、こういうふうに思います。はい、ニコニコダナオです。よろしくお願いします。朝鮮半島有事で北朝鮮から日本に多数の避難民が押し寄せた場合を想定しました方針なり計画づくりを現在進めているということはあるんでしょうか。いずれにしろこの避難民への対処はどうするかという、これは特定をしませんけれども、これについては関係省庁がですね連携をし法令に基づいて必要な措置を取る、このいうことになっております。まあ、政府どのような検討を行っているかについては事柄の性質をコメント控えたいと思います。はい、昨日ですね能登半島沖で木造の小型船が発見されて、潜伏していたんですけれども、乗っていた男性は国籍を北朝鮮というふうに言っています。漁をしていた漁船と見られるわけですけれども、北朝鮮籍とも見られるわけで、事実関係はどういうふうに把握されてますでしょうか。まず昨日、能登半島北方沖において、海上保安庁の巡視船が転覆した小型漁船の船底上にいる男性3名、これを救助しています。救助された3名はいずれも北朝鮮人であり帰国をしたいと言っているようです。また当該船舶には15名が乗船している、そういう報告も受けているということです。現在海上保安庁においては救助された3名の帰国に向けた調整を行うとともに、残る乗組員のこの捜索をですね、実施をしている状況であります。以上です。はい、関連の NHK の高橋、今の件に関連しました違法操業の可能性についてはどうでしょうか。以前以上現在意見聴取をしながら、全体として調整をしている段階です。